ダヴィンチ3、ダビンチ3は1989年にカリフォルニアパリテクニックステートユニバーシティが製作した人力ヘリコプターである。1989年に7.1秒間20センチメートルの浮上に成功した。1980年にアメリカヘリコプター協会が人力で60秒間以上3メートル以上の 垂直浮上に成功した技術者に賞金を与えるシコルスキー賞を設けた。ダビンチ3はシコルスキー賞に挑戦し、最初に浮上した最初の人力ヘリコプターである。回転翼を回転させるときに生じる反トルクの対策として、回転翼の先端の小さい推進用プロペラを駆動し、その推力で回転翼を駆動し、上昇力を得る構成であった。 カリフォルニア州立ポリテクニック大学のプロジェクトは1981年から8年間にわたって行われ3機の人力ヘリコプターが製作された。最初のダヴィンチ I は50フィートのブレードで回転翼先端の速度は毎秒915メートルの速度を得た。ダヴィンチ I はブレード長を66フィートとし回転速度は 毎秒15.24メートルに増速したが、後に、ブレード長は15.24メートルに戻された。ダビンチ3は、複合材料などを使用し、機体を44キログラムまで軽量化され、ブレード長は15.24メートルで、回転速度は、毎秒15.24メートルであった。シコルスキー賞の委員会の立ち会った。 飛行試験は1989年11月12日、29日及び12月10日に行われた。はじめの2回の試験では2秒間の上昇に終わり、12月10日の飛行では7.1秒間、高さ20センチメートルの飛行を達成したが、シコルスキー賞の規定を満たすことはできなかった。人力ヘリコプターの飛行時間の記録を1994年に、 日本大学の有利愛員が更新するまで保持した。ありがとうございます。